カモンマテリアル、マテリアルの坂上五郎です。マテリアルのあゆみです。カムイの日浦です。よろしくお願いします。この番組はさまざまな才能のマテリアルを集めて新しいことにチャレンジしていくムービーズカフェマテリアル谷町の可能性を追求するために配信している番組でございます。はい、ということで、12月真ん中来ました。はい、12月16日でございます。はい、ね、真ん中っすよ。真ん中もうあと2回くらいで終わりやね。ねえ、うん、お前すげえ、ね、来週クリスマスですよ。あ、お前早っ、お前早っ、やばい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 。はい、ということで、今日12月16日はどんな日なんでしょうか。はい、電話創業の日です。おお、電話、はいはいはい、電話です、ね。はい、1890年明治23年の12月16日東京市内と横浜市内の間で日本初の電話事業が開始し、千代田区に設置された電話交換局が営業を始めた日とされております。いや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 、でも電話ってね、うん、もう今やさ当たり前やし、うん、ないと困るというか、そうね、うん、そういう手段になってますけど、うん、当時はだって電話っつったってさ、うん、かけれる場所が限られてるから。そうですよね。で俺ね、小さい時まだ覚えてんだけど、うん、あのおばあちゃんの家に、うん、あの こんな形 の, あの この筒状の電話機、このダイヤル回しての電話機が昔あって、まだあったの。あ、もうちょっと使えない。使え、いや使える使える。使える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 。おばあちゃんのうち、おばあちゃんのうちの隣の事務所かな、会社の事務所にあったのよ。もう触ったことあるの俺。あんのよ。あのみんな今ね、こんなスマホじゃないですかね。スマホでも僕らが生まれた時の黒電話で、黒いこんな なんかなんていうの、犬の顔みたいな感じのね。で垂れ耳みたいなこの受話器があって、これ受話器取ってダイヤルを1、2ってこういうふうに0。7とかでこうやって回していってジビーって一時戻るのが、戻るのが大変なんやけど、待つのがね。でそのやつをやったら相手につながるっていうのが僕らの電話やったんですけど、その昔はね、あのこの縦にこういう四角い、ちょっとこの辺端っこが丸いねんけど、四角い形しててベルがついてんの。ベルがついてんの、あのゴングみたいな。そうそうそう、ゴングみたいなのがついてんの。はい、でジリリリンってなんねん、なったら何やってわって取って、耳にこんななんかあの竹筒みたいなやつを耳に当てて、で、あのこの受話器というか、受話器がこの機械のところにね、マイクがあるから、そこに向かってもしもしマイクがこう、って言うたら向こうが、あの、もしもし言うてきて、あのなんやがや言ってて、ここで聞こえて、ここで喋るみたいな、そんな世界だったんですよね。でもそれも元々はこれ交換手って言って、つなぐ人がおるわけ、うん、だからその電話交換手のところでまず最初に電話がかかって、あ、すいません、あのどこそこの何番の誰々さんお願いしますって言ったら、はい少々お待ちくださいって言って、その人のところにこのプラグをつないでくれるっていうね。あ、いっぱいプラグがあんのよ。でこの何番のとこへの見て、あ、ここね、ではいはいってつないであげたら、はいどうぞって言ったら、そこでつながるっていう。こんな、そんだけしか人がいなかったってことですよね。使う人だから、はい、だからあのよくあるねんけど、うんうん、あの誰々さんとこは電話があるから、うんうん、電話借りる、その隣の何々さんに連絡した時に、その誰々さんとこ電話してつないでもらったり、あ、うんうんうん、っていうことがあるわけ、うんうん、昔はそういうことをやってたの。あ、だ電話のある家って、電話ってやっぱ貴重やったし、うん、でほら金額もね、はい、そうなんですよ、当時40円だった、東京が40円、横浜が35円なんですが、うん、そうそうそう、この時代1円で米が15キロ買える時代だったんで、ね、40円にすれば今の価値が24万円ぐらい、うん、だそうです。定額制なんね。定額制です、はい、はい、逆に今定額制っていうのが定着してるんですけど、うん、だから24万払ってるね、ね、1ヶ月24万で、まあ、電話代ですよ。電話代だけで24万やばいやん、もう給料なくなるやん、はい、ねえ、うん、うん、っていう世界だったので、うん、あのまあその貴重だったわけです、うん、だから、うん、だいたいほらあのそういうところに電話かけてさせてもらうときは、うん、すいませんって言ってお金を置いていくみたいな、うん、もしくはなんかあの お供え物じゃないけどなんかすいませんこれで今日は5米でとか言って置いて借りるみたいな、そういう世界やったんですよね、昔は。
いや、あのだって郵便とかもそうやから、その家まで届けてくれるのも相当後の話なんで、自分で郵便局取りに行ってたから、ああなるほど。そうそうそう。え、電報とかは？電報とかは来る。来るんですね、その時その人に来る。まあだから電報が進化して、あの電話になりなんですけど、まあでも逆に今電話をね、かけるのがはばかられる時代になってるって面白いよね、あの LINE とかのメッセンジャーアプリがすごい発達したことで、大概はメッセージで済まさないと、なんか「え、何何なん今めっちゃ忙しいねんけど」みたいな、なんかそんな扱いをされてしまう電話に今なりつつあるんですけどね、はい、そんな電話の日でございました。はい、そしてもう一つ、紙の記念日、はい、1875年の12月16日、東京王子の商事会社の工場で営業運転を開始した日となっております。はいはいはい、商事会社は、実業家渋沢栄一が、はい、大蔵省紙幣寮から民間企業として独立させたもので、明治時代に入ってから間もない1873年、明治6年に、創立された、輸入に頼っていた洋紙、ね、はいはい、洋紙の、国産化を、きずし、きとした会社であり、王子製紙の前身となった人となっております。そうなんですよ、だからね、洋紙って、まあ、なんで洋紙が必要かっていうと、あの和紙、逆に和紙ね、和だから紙幣をすろうと思ったら和紙では無理なんですよ。あのまず大量生産できへんし、もう一個があのインクが乗らない。要はそのやっぱ紙幣っていうのは、そう精細なそのなんていうの、図柄でないと真似されちゃうから、真似されないようにすごい当時の技術としては最高の技術 の、 あのデザインでないとあかんわけですよ。ところが和紙だとやっぱその目が荒かったりとか でインクが乗りにくいから綺麗なあの印刷ができないんですよ、で用紙にする必要があったんだけど、用紙をいちいち買い入れてたらお金かかるから、ということで、まあ、自国で、ね、生産できるようにということで渋沢栄一がやり始めたということなんですけど、実は大阪でも、紙用紙の発祥の地っていうのがありまして、なんとそれがあの中之島にありまして、今のグランキューブ大阪ってね、はい、あの大阪国際会議場とかで、その裏に火が立ってます。大阪洋紙発祥の地っていうね、後藤象二郎っていうね、もともとあの土佐の、三世って言って、まあ、政治家だったんですよね、お殿様のだったその後藤象二郎が明治になってから、まあ、いろいろ事業をやってて、そのうちの一つで洋紙会社を大阪に作ったそうです。はい、よかったら火を見に行ってください。はい、石碑が立ってます。はい、はい、そんな感じでございます。はい、以上です。はい、今日思わず盛り上がってしまったので、だいぶあのオープニングに力を注いでしまったんですがはい、で、今日のこのプレゼンありかなしかはですね、先週も申しました通り、映画ホゾを噛むのですね、監督であります高橋、H 監督に、インタビューをさせていただきました。先週はプロデューサーでヒロインを演じられた、小沢真由さんにインタビューさせていただいたんですけども、ここからバトンタッチで監督の方に、バトンがやってきました。はい、ということで監督に、今度はね、どうしてこんな物語にしたのかというところをね、中心にお話聞いてますので、ぜひご覧いただきたいと思います。それではこのプレゼンありかなしかスタート。何か気づかない？ミツのことでさ、まだ知らないことってあるかな？それはそれなりにあるんじゃないの？今日カメラ買ったよね。何見るつもりで買ったの？今日何してたの？私？
ねえねえ、あの人誰？妻だよ、多分。ねえねえ、こんなことしておじさんは一体何がしたいの？僕は妻のことが知りたいだけだよ。それでは、今日はですね、映画ホゾを噛むの、高橋英一監督にインタビューさせていただきます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、まずですね、監督から簡単にですね、この作品についてご説明お願いいたします。この映画ホゾを噛むはですね、峰尾翔さん演じる主役の茂木はじめの夫婦のお話になってます。で、主人公は夫のはじめなんですけど、はじめが仕事中に奥さんを街で見かけるんですね。で、あれ、今日家出るって言ってなかったのに、なんで外にいるんだろうっていうふうになって、しかもいつもしてるような服装じゃない、な、あれは、あれでもそっくりさんかな、みたいな感じになって、家に帰るんですけど、家に帰って奥さんに、今日外出てたっていうふうに聞いたら、出てないっていうふうに言われて、あれじゃ、あれは何だったんだろうか。しかも外に出た姿が妖艶な姿だったんで、何か、他の男の人と会ってんじゃないかとかっていう疑念を持ち始めて、ただそれをそういう浮気をしてるんじゃないかとかっていうふうに言い出せずに、隠しカメラを家に設置して妻を監視し始めていくっていうお話になってます。はい、そうなんですよね。で、なんとですね、この、インタビューなんですが、2週にわたっておりまして、ありがとうございます。先週はですね、ヒロインの役もされて、プロデューサーも担当された小沢真由さんにインタビューさせていただいたんですが、今週は監督にインタビューさせていただいているということなんですけれども、はい、小沢さんには、まあ、どうして、ね、プロデューサーやってらっしゃるんですかっていうところの話もお聞きしました。だから監督にはぜひですね、どうしてこのホゾを噛むのこの茂木はじめのお話というか、夫婦の愛情物語というか、この話に行き着いたのかっていうところのお話を聞きたいなと思うんですけども、この映画の着想自体は、小沢さんからお声掛けをいただく前から書いてた本だったんですけど、はいはい、この着想のもとが30になった年ぐらいですかね、あるきっかけで ASD、自閉症の検査を受けたんですけど、はいはい、それで自分がグレーゾーンだっていう診断を受けたんですよ。それが全く自覚をしていなくて、で、日常的にも何かそれに困ってるって僕は思っていなくて、そうなのって、でもただそれを周りとかに聞いていくと、いや、全然納得できるよみたいな感じで言われて、うわ、そうだったんだとかなりつつ、ただまあ、ASD 自閉症でよく言われる特性が、人の気持ちを理解できないだったりとか、はいはい、障害というか、まあ、特性としてあるっていうことだったので、じゃあ今まで僕が生きてきたこの30年間、僕が分かってたと思ってた、その感情感というか、あと人との関係性っていうものは、はい、もしかして全部間違ったのかもしれないっていうふうに、その体験で思ったんですよ、ね。なるほど、はい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 。あなたは結構普通じゃないですよっていう反抗されたような感覚だったので、今までの人生がひっくり返ったっていうのと、あと今まで現実感を持って生きてたこ の人間関係っていうものが転覆しちゃって、じゃあ何を信じたらいいのっていう風になっていったっていう経緯があって、そのコミュニケーションをするにおいてその大事な要素っていうものって何なんだろうっていう風に考え始めて、夫婦ってその血がつながってない他人がくっついてる状態なので、まあ一番まあ最たるものの夫婦っていうものをモチーフに、その人間関係っていうものを描きたいって思ったのがこの映画のきっかけです。なるほど、ものすごく分かりました。茂木はじめは今まで当たり前だと思ってた奥さんとの会話が、自分が見た現実と彼女の言う言葉の違いというか違和感っていうところから揺らいじゃうわけですよね。でも僕は茂木はじめくんの愛情物語を見せられたんだなっていうふうに一応落ち着いたんですよ。 あともう一つがですね、僕はね見て思ったのが、もう本当に独特の世界観、始まるなりその世界観がやってくるんですけど、一番簡単なことで言うと、まずシネスコでもなく16対9でもなく4対3という画角なんですよね。で、かつ、モノクロである。でこの2つだけでもまず他の作品とはちょっと違うなっていうところではあるんですけど、あとはこだわりというと、すごいセリフ回しが割とこだわりにあんのかなっていうか、間がすごい長いんですよ。そうです。エレベーターホールのシーンとか出てくるんですけど、
エレベーターホールに主人公が立ったと思ったら、じーっとしてて全く何も起こらないで、だいぶ立ってからもう一人が入ってきて隣に並んで会話するまでもものすごく長いんですよね。そうですね、そうそうそう、はい、もうすごい長いんですよ。これなんでこんなに長いのっていうぐらい長いんですけど、これ何か理由あるんですか？これはですね、まあ、この作品の企画をし始めた頃にですね、うん、そのアピチャッポン監督のメモリアっていう映画を見て、まあ、その映画がもうすごい、見た方は分かると思うんですけど、すごい衝撃的な映画で、ただ川のせせらぎを聞くだけの引き絵の絵で3分とか5分ワンカットでとか、本当になんか何を見させられてんのっていうのの連続なんですけど、はい、まあ、その時間があると、その周りに流れてる環境音、音楽じゃなくて、その、うん、いろんなその草が擦れることだったりとか、はいはい、そういうものを認識していって、その中で何か違う、いろんな関連性を考えて、感じれてしまうんですよね。うん、そこに立ってる主人公と、この草が、で、この風があってっていう、目に見えない何かを認識していって、そこに意味合いを感じてけたっていう、体験をそこでして、でも、まあ、よくわかんない映画だなって思いながら、見終わったんですけど、はいはい、本当、すごい、こんな映画があるんだなとかって思って、劇場出たら、もうすっごい街がうるさく感じて。うん、なるほど、なるほど。もう普段、すごい行ってるんで、うん、もうそこは聞いてたはずなんですけど、うん、その映画2時間、だいたい2時間ぐらいの、そのただただせせらぎを聞くだけの時間とかっていうものを過ごした後だと、聴覚っていうものを自分が全然自覚してなかったものっていっぱいあるんだっていうふうにそこで気づかされて、うん、まあすごい映画体験だったなっていう体験があったので、まあ、音とかそういうものを使った演出をしてみたいっていうことがあったんで、今回は、まあ、すごい長いんですけど、はい、そこで流れてる外の陶器が飛んでる薄い音だったりとか、うんうん、そういうところを聞けるように、そういうものを作っていったって感じですね。なるほど。もうまさにそんな感じの作りになってますよね。もうその話を聞くと、もう、セリフとセリフの間の長い間が、あ、実はそういう仕掛けやったんやっていうのはものすごくよくわかりますね。で、最後にですね、小沢さんから質問がありまして、高橋監督のこだわりが多分に詰まった映画ですが、お気に入りのシーンを一つ挙げるならどこですかっていう質問なんですけども、すごいいっぱいあるんで、すごい難しいんですけど現場で起きた奇跡とかが起こったところとかもあるんで、うん、まあ、それで言うと、その双子が出てくるんですけど、はいはい、その双子が車の中で本当によくわからない会話をしてるシーンをワンカットで、はい、1分ぐらいですかね、のワンカットで撮ってるんですけど、はい、その時の背景に映ってるバイクと車が、はい、なんか、この奇跡的に、いろんな奇跡が重なって、はい、会話終わった時にたまたま信号が赤になったから止まって、うん、後ろからでっかいトラックが、え、これ突っ込むのみたいな感じに近寄ってくるシーンがあって。あれはもう狙ってるわけではないというか、うん、でも現実にある世界なんで、現実のあることがおかしく見えてくるっていう、今回のその冒頭にも話させてもらった、この今まで見たものが転覆するというか、うん、っていう感覚が、そのワンカットの絵でできたっていうのが、二人が話してる会話もすごい気に入ってるんですけど、そういういろんな奇跡も起きてすごいお気に入りのシーン。なるほど、なるほど。例えば逆にそのシーンをね、演出しようと思ったら大変じゃないですか。いや、そうですね。それはそうと思います。タイミングの問題とかいろいろあるから、それコントロールするのめちゃめちゃ難しいけど、はい、本当にこっちが意図しなきゃいいのに、偶発的にそういうのが出来上がるって本当神だなと思うんですけど、まあ、そういうところも含めてね、作品のいろんなところにいろんな仕掛けがされているので、まあ、もちろんその主人公のね、もぎはじめくんの奥さんに対する愛情と、その自分の中で揺らいだものをもう一度こう取り戻そうとする悪戦苦闘の物語をぜひね、しっかりと見ていただきたいんですが、だいぶ時間過ぎてますので、そろそろ見てらっしゃる方にメッセージをお願いいたします。はい、この映画ホゾウカムはすごい特殊な映画だと思います。でも変わった映画なので、まあ、普段見れないような映画が見れるんじゃないかなって思うので、そこは自信を持って、おすすめしたいなというふうに思ってます。であとですね、これ、まあ、モノクロ映画で、まあ、この話でもその音にこだわってるとかっていうふうになると結構難しいというか難解なお話かなっていうふうに思うかもしれないんですけど、全然そんなことはなくって、
間とかも長いんですけど、そのいろいろもう見ていただいた方からは、全然長さは感じなかったとかっていうふうに言っていただいているので、うん、そこで何か、まあ、ちょっとモノクロだし、なんか小難しそうだからやめようとかって思わずに、一回ちょっと軽い気持ちで見に来てほしいなっていうふうに思います。はい、ぜひこの保存カムよろしくお願いします。ストーリー自体は非常にシンプルですからね。ただこれはね、もう見ていただかないと分かんないんですけど、その間に出てくるこのいろんなキャラクターがいるんですけど、本当にね面白いんです。このキャラクターがいろいろとやらかしてくれるんだけれども、最高に面白いのが、何一つでもないんだけど、ちょっとだけあんねんけど、ほとんどストーリーに影響してこないのに、すんごい際立ってるキャラがすんごいたくさん出てくるんで、まあ、その辺のキャラを楽しんでほしいなっていうのも僕はあるんですけどね。はい、そうですね。はい、はいはい、ということでですね、今日はですね、映画保存カムの、高橋英一監督にインタビューさせていただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ということで、はい、一応言っとくと、多分なんかどっかあれのね、窓際かなんかで昼間だったんですよ、ね、真っ白でしたね。昼だったんで、うん、もう真っ白でなんか宇宙人かなと思う感じでしたけども、ただ身長が高いだけの日本人ですから、別に宇宙人じゃないんですけども、はい、高橋英一監督でした。白黒は素敵ですね、はい、でもの白黒なんですよ、全編白黒 でしかも、4対3なんですよ。まあ、本人曰く、4対3って映画館とか大丈夫かなとかちょっと思ったらしいけどね、まあ、それは思うよねとか思いながら、まあ、あれは撮影担当された西村さんという方が、4対3がいいんじゃないかということでお勧めされたということです。監視カメラの映像とかってなってくると、やっぱそっちの方がいい。監視カメラはだってもう今のやつやから16台。監視カメラを見てる人のこうが目線が、そう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 、だから監視カメラそのものは16台級やねんけど、要は前にもあったんですけど、若手の監督が結構最近4対3にする人多いんですよね。で理由を聞いてみると、要はいらん情報が多いと、シネスコとか16台級やと。だから人物に寄ろうと思ったら、人物以外のいらない情報をできればカットしたいから4対3にするっていう人が多くて、で今回そのカメラマンがおすすめされたのも、まあ、要は人物に寄った話だから、それだったら4対3がいいんじゃないっていうことで4対3を、おすすめされたそうですね。で映画館用にかなり黒く締めてあるんですよ。で僕も編集するときに予告編あれもっと暗いんです、本当は。それをちょっとだけ調子をわざと上げてます。でないと多分みんな見えないかなと思ったんで、はい、ということなので、実際に映画館行くと、まあ、映画館行くとほら完全暗転だから、目が慣れてくるからそんなに暗く感じなかったりとかするんですけど、全体的にはかなり締まってる感じなので、暗い感じの絵面にはなってます。ただ別にだからといって暗い話でもないし、面白い作品ではありますよ、はいはい、高橋流のポップさが出てる作品で、まあ、先週から言ってますけど、基本的に主人公の、茂木はじめくんが、みつさんっていう奥さんが好きすぎて、奥さんが言ったことが本当なのかなという確認するために監視カメラで奥さんを監視していくというお話になってますので、まあ、要は愛情物語ですよね。内容としては非常にシンプルです。ただなんか意味があるのかなと思うキャラクターがすごい濃いキャラクターが出てこの人なんか意味があるのかな、全く意味がないっていうすごいな、それもすごいですね。意味ないやん、あんまりってなんかこの人は何かがを象徴してるのかなとかいうふうに見てたら、おお全然関係ないやんみたいなそういう何やろ、捨てキャラという言い方したらあかんけど、面白いキャラがいっぱい登場してきますんで、はい、そういうのがいっぱいな作品でした。はい、はい、ということで、はい、今週は、はい、じゃじゃん、はい、ということですね。はい、いきますよ。このプレゼンありかなしか判定。何がポイントですか。顔が白いとか言わんといて監督の顔が白かったんで
なんかでも白黒っぽかったよね。そう、うんうん、バックも白黒やったからね。だからそれに合わせたんかなって思って。いや全然そうではなかったんですけど、はいはいはい、はい、はい。なんかそう、ね、その、うん、監督、うん、先週ほら小沢さんの話聞いて、うん、で今週監督の話聞いてですから、なんかこう、うん、ちょっと違いはあったと思うんですけど、どうですか。なんかこのね。うん。うん、結末っていうのがすごい知りたいです。ああ、なるほど。奥さんは本当はどうやったのかっていうのはちょっとそこ興味あるなっていう、だから予告だけじゃ全然分かんなかったから、あのね、これね、うん、先週小沢さんに、まあ、インタビューの中では言ってないの、うん、インタビューの外でね、うんうん、あの最後締める時にちらっと言ったのが、あ、まあまあでもね、結局そう、あの、なんていうの、奥さんの幻じゃないけど、なんかよう似た人をやったんですかねみたいな、うんうんうん、って言ったら小沢さんが一言、え、そう思われますかって、え、見ても、うん、分かんない、分かんない、あ、そうなんや、だどう判断するかはもうその人のあれなんですけど、でも途中で確かに怪しいとこ何か所か見える、でもそこをどう見るかっていうところが面白いんですけど、すごいトリックですね。でも、いや、もう本当トリッキーな、うん、あの、だからよく見とかないといけないし、うんうんうん、はい、っていう風にはなってるんですけどね。へえ、面白そう、はい、うん、ぜひどっちなのか映画館で確認してみてください。はい、はい、ということで今日は、今日はというか、まあ、先週と今週ですね、はい、映画「ほぞをかむ」のインタビュー2週続けて、で今週は、高橋英一監督のインタビューでした。ありがとうございました。はい、はい、続いてあゆみ。はい、情報です。本日明日とまだやってますよ、うんうん、ファーストミッション、はい、はやて監督のファーストミッション、うん、ぜひぜひ皆様お越しくださいませ。スカッと面白いアクションでございます、うん、はい、はい、料金が1500円プラスワンオーダー制となっておりますので、ぜひぜひ皆様、お越しいただきたいです。はい、よろしくお願いいたします。はい、はい、そして12月20日から25日ですね、はい、はい、先週ね、紹介しました。紹介しました。はい、竹本芳乃監督の西塚ショパンですね。はい、こちらの方、クリスマスまで、うん、本当スペシャルに上映させていただきますので、はい、お越しいただきたいです。うん、はい、料金が1500円プラスワンオーダー制となっておりますので、はい、ぜひお越しください。お待ちしてます。はい、はい、そして1月、入ります、うん。来年の話です。はい、来年の、1月5、6、7、8と、うん、カバの上映、はいはい、まずこちらね、初めて、ずっとやってたんですが、初めて長い期間、うん、4日間のね、はい、上映期間を持って、上映させていただくことになりましたので、ぜひぜひ皆さんお越しください。何かしらね、アフタートークがあったりとか、テレビ来てもらったりするのかなっていうのもあったりするので、うん、はい、ぜひぜひ皆さんお越しくださいませ。よろしくお願いいたします。はい、はい、そして1月の12から15日、うん、マルキーリ、マルキタシ、沖縄戦の図、はい、全14部の上映になります。はい、言ってください。ドキュメンタリー映画です。はい、はい、ですね。まあね、これね、夏の話なんだけど、これを真冬にするというところがポイントかなという気はするんですけど、はい、でも本当に日本人として、あの終戦の前後のところで、沖縄で一体どんなことが起こるのか、うん、沖縄の人たちがどうなってたのかってやっぱり知ってほしいなと思うんですよ ね。でまたあのほらここでもね、うん、あの沖縄戦の映画ってやったじゃないですか。あ、ありましたね。ね、はい、吉岡里帆ちゃんが出てたやつね。はい。石森の方もやりましたけども、うん、まあ、そのつながりで言ってもこの映画はね、ぜひ見ていただきたいと思います。はい。ぜひお貸しくださいませ。はい。そして1月の20日ですね、うん、がラクザライブがございます、うん、はい、お時間18時オープンで、19時30分スタートになります。コスプレライブになりますので、ちょっとね、うん、あの衣装を着ながら、はい、コスプレ山ちゃんともちゃんが歌います。はい、はい、そしてお客様もレンタルコスプレもございますのでぜひぜひお越しくださいませ、はい、はい、一緒に盛り上がりましょう。お願いいたします。はい、はい、以上です。はい、はい、はい、じゃあ、はい、いきますよ。はい、はい、今日のレクション。今日はですね、はい、作品ではなく、うん、こういうイベントを行いますので皆様よろしくお願いしますというお知らせです。はい、来年ですね、うん、1月から始めようと思ってます。ショートムービータイムです。マテリアルではショートムービータイムっていうのを始めます。うんうん、ショートムービーをね、集めまして上映させていただくんですけど、うん、25分から45分の間の、
作品ですね、はい、なかなかそういう作品って、うん、見る機会ってないそうですね、映画館でなかなか上映しにくいですね、はい、なのでそれをちょっとずつお客様に楽しんでいただこうかなと思っております、うんうん、で1月はちょっとね1本ずつ1日に1本ずつの上映になってまして、はい、まあ、あの空いた平日の日になっているんですが、うんうんうん、まあ今後ですね土日とかで朝から晩までショートムービーを1本1本1本みたいな感じでもやっていきたいなと思っております。はい、まあね、あのほら、はい、あの広山琴葉のショートムービーセレクションみたいな感じで一日ね、はいはい、イベント的にやったりとかね、はい、それをね一本ずつ一本ずつ、はい、なるほど、はい、1000円プラスワンオーダーなるほど、はいはいはい、1月今決まってるところが、はい、11日に音ギネマっていう作品、うんうんうん、前に上映させていただいてましたが、はい、音ギネマをやりますと、はい、11日と19日と29日が、はい、3回音ギネマショートムービータイムで決めております。なるほど、まだまだ他にもね、作品が、はい、だからまあ25分から45分なんですけど、うん、音ギネマもその42分なんですけど、うん、5本入ってるんですよね。そうですね、そうなんですね、短いやつがね、そうですね、でもそういう集め方と、まあ、1本だけってのも集めようかなって、なるほどなるほど、はい、で不定期に考えなければ、はい、なるほど、はい、いますので、そうですね、ショートムービーで眠ってる作品多分、いやいっぱいありますよね、めちゃくちゃあると思う、ね、はいはい、そう僕もあの僕だけのフライミートゥーザムーンもそうだし、うんうんうん、あれ9分ぐらいですし、はい、まあ、あれはだから9分やからちょっと短すぎるんだけど、そうですね、あの出してもらったら、そうそう、で、あの例えば大きな木になりたりとか、うんうん、まあ、それで言ったらトモールだって42分ですからね、うんうん、はい、そうですね、うん、なかなか映画館ではかけてもらいにくい作品になりますけど、はい、ちょうど僕みたいな、はい、はい、はい、こんな感じのショートムービータイムの、うん、うん、あのチョイスでした、はい、まあ、あのもう一つ言うと、はい、ぜひこれ見てる監督はあ、そうです、ね、これ当てはまるなと思ったら、うん、連絡いただいて、はい、25分から45分の作品、はい、うん、あ、俺持ってるんですけどって、うん、はい、まあ、あのマテリアル直接でもいいし、はい、僕通してもいいですから言っていただいたら、はい、あのやらせていただきますって感じですね、はい、はい、ぜひぜひお待ちしております。トマト監督も、ね、2種類出して、ああ、はいはいはい、そこはもう2本ずつ、うん、セットにして、なるほどなるほど、セットにして、うん、っていう形でやってます。トマト監督もね、割と短いやつ結構作ってます。そうです、うん、谷川圭さんですね、谷川圭さん監督は前にやった前やってもらった9本、はいはいはい、それ1時間半ぐらいにしてもらったんですけど、それを分割してもらった、なるほどなるほど、はい、うん、何種類か作ってもらおうかな、うんうん、9本あったらそれはね、うん、すごい、そうですね、楽しくなってきますので、うんうん、皆様お越しください、はい、はい、という感じです、はい、はい、ということで今日のグッドボーイでした、はい、ということで、エンディングマンなんですけれども、はい、もう来週クリスマスですよ、うん、ね、来週、まあまあ、あの来週の配信は23日なので、はい、クリスマスイブイブなんですけどね、はい、もう言うたらもう終わったらもうイブにクリスマス本番みたいな感じなんですけど、ねえ、みんなどうなんやろ、もうみんなクリスマスムードになってんのかな、ねえ、出るでしょうね、街中はね、だってもうほら、あの忘年会真っ盛りのはずじゃないですか、ね、そうですね、今年の忘年会で結構みんな集まって、そう、忘年会だって今まであんまできへんかったから集まるのがね、それがもうなんか大爆発になるんかなみたいな、ね、うん、すごいことになってそうなんですが、はいはいはい、まあ来年に向けてね、やっぱりその2024年ってだんだんこのほらいろんなものがこうクラッてこう盛り上がっていく年だと思うんで、はい、我々も頑張ってね、はい、盛り上がっていきたいなと思いますんで、またよろしくお願いします、はい、ということで、今日はこれで終わりたいと思います、どうもありがとうございました、さよなら。